キャストはオーディションですか、それとも指名ですか。石川さんも花江さんも安本さんも由紀さんもすごいハマり役なんで気になりますと。何枚目でしたっけ。これは2枚目のちょっと真ん中よりちょっと下です。あ、わかりました。オーディションで決めてる、オーディションっていうこと自体はしないんですけれども、まず最初に 2B 役誰が主人公というか、まあ、最初に出てくるキャラクターの誰がいいって話で、キャストをいろいろアサインする方からご提案をいただいた中で石川さんの音を聞いて、あ、石川さんすごいいいと思って、この人で行きたいです、むしろこの人を決めて残りの予算で他の声優さんを決めてください。どんだけ金使う気だったんですか。いくら高くてもいいからこの人を呼んでくださいっていうお願いをしたんですけれど、そんな失礼なことを言うなってその場ですごい怒られたんですけれど、言ったかな。で、まあ、そんな感じで石川さんがまず最初に決まって、次 9S がですねものすごい難航したんですよね。この人がいいかも、ね、でもギリギリこの人かなって、少年と青年の中間で、特に前作のニーヤがすごい少年とすごい青年のかっちりしたキャラクターだったんで、その中間を狙いたかったんですけど、なかなかいらっしゃらなくて。なるほど。でその時に斉藤さんが東京グールですよ。金木くんですよ。アニメ見てこれだと思った。嬉しい。初めは、まあ、うちのドラゴンクエストの宣伝やってる後藤さんっていうのがいるんですけど、はいはい、もう東京グール大好きで、はい、東京グールの話聞いて、で金木おとなしい金木くんのところは私見たんですけど、これだとちょっと横尾さんの本と合わないかもねって言った。いやいやそこじゃないと、この叫びを見ろって言われてプレゼンがあったんです。それでそこを横尾さんに伝えたらもうドンピシャだった、ね。はい、YouTube で斉藤さんから送られてきて言われた。ダメ YouTube じゃなかった、ちゃんとブルーレイ、ニコニコですか、ブルーレイ公式チャンネルのやつだ、きっとブルーレイですね、あれはブルーレイがディスクで送られてきます。まあそうだっけ、まあいいや。で、そのボイスを聞いて僕もこれですねっていう話になって、即決まったんですけれど、後々よく考えたら白い髪で少年で叫ぶっていうところが、ね、東京グールで丸かぶりで石田水先生ごめんなさいっていう気持ちでいます。いや、でも東京グールにもエミールみたいなキャラ出てきますから、おあいこじゃないですか。50-50 50-50 だね。あと何だったら天沢さんも歌ってるじゃないですか。そうだ、共通点いっぱいある。そうそうだ、ね、いつか謝りたいなと思ってお会いする機会があると思う。たまたまかぶったっていう、はい。で、あと安本さん、僕はだって前作でもね知ってるし、ね、ドラマ CD も一緒にやってますからね、うん。あと、もう一個の1号さんの方の秋山薫さんも以前から存じ上げていて、お二人とも声が安定していて、すごいいろいろ演じられるなと、あと非常に重要な役どころで最後に締めてくださるなというところで選ばせていただきました。秋山さんは知ってるけど、俺と横尾さん昔から知ってはいるけど、お仕事としてちゃんとしたのって実は初めてなんだよね。そうなんですよ、はい。あんなにだってエフェクターかけなくて、はい、ポットができる人なかなかいないです、ね。そうですね、朗読劇でもびっくりしたもんだって。いや、すごかったですね。すごいよね、うん。秋山さんは初音ミクの声真似ができるってよくわからないじゃあもうメカメカしい音が出るんですね。そうですね、それができちゃう。で、ゆきさんは、ここにも書かれてるんですけれども、パスカルおじちゃんは、はい、プラチナゲームズのゲームデザイナー田浦貴久、尊いに久しで田浦貴久が、はい、結城葵を採用しなければ俺はもう2を作らない。ありがとう。すごいな。でもその時にはすでに女の子のハマり役がなかったんだよ。でもというわけでパスカルが女の子の声になりました。だって結城最初台本もらった時にさ、自分何役だと思った。私ですか。私赤い少女だと思いました。ジョージですよ。そこジョージ言うな。ジョージさん、サンをつけなさい。中田ジョージさんがそしてパスカルだと思ってたんですよ。絶対そうでしょ、普通見たら。そうなりますね。でもね、私ここまで皆さんと仲良くなって、それを聞いてびっくりって思ったんですけど、最初に収録した時はパスカルは平和を愛するキャラクターだから、相手に不安感を与えないように女の声をわざと選んでるんですよって教えてもらったんですよ。俺もそう聞いてた、ね、うん。そうだからすごいそれに感動した。そんなところまで考えてキャスティングされてるんだって。私元に今になったらなんか、いや田浦さんが仕事しねっつうから入れたみたいな。お前のモチベーションを下げないために。まさか初対面の声優さんに知らないゲームデザイナーが言ったからとは言えないですよ。しかも田浦さん初回の収録に来るっつって来なくて。来なかったんですか。そうなんだ、いらっしゃらなかったんで。どういうことですか田浦さん。
タラさん、ちょっともうゲームやらなくていいから席に座ってください。ゲームやんないでいい。いやもうみちょっとここ隣座って隣みんな見たいですね。見たい見たいってコメント打つと、ね、そこの僕のところに座りますから。こっちにおいでよ。イケメン、みんなイケメン、イケメン、ここで放置されるナインエース。ナインエースはぼんやり立ってる。ナインエースが、あ、でもちょっと構えてますね。キュッて。いやいや、かぶる必要ない。かぶらなくていい。それはこの前、神谷さんがやったやつ。そうそうそう。社長ですね。何飲むの？何飲んでたの？ずっとジジアエールを飲んでました。じゃあ、かわいいかよ。はい。ハイボールください。2つください。ハイボール2つ。あ、カルアミルクもください。あと、田浦さん用にジンジャーエール。ジンジャーエール。はい、ジンジャーエール。すいません、改めまして、プラチナゲームズゲームデザイナーの田浦です。よろしくお願いします。イケメン！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 あれ、なんで収録で来れなかったんだっけ、あの時。いや、もう、すっごく忙しかったんですよね、あの時。横さんに無茶振りされてたんで。はい、何を。あの、制作の方を。制作の方を。そっちがいっぱいいっぱいだったんです。本当に制作で来れなかったかどうかを、今俺この場で全部。いや、やめましょう。やめましょう。やめましょう。ツイッターが、イケメン来た、イケメン来た、イケメン来た。そう、すごい。いや、本当に今日出る予定はなかったんですけど、はい、すごい気楽にあそこでゲームしてたんですが、はい。いや、出る気なきゃ大阪から来ないでしょ。来ない来ない。いやいやいや、本当は結城に会いに来たんですよね。あ、それはもう間違いない。それはもう仕事をくれた人だから言い方、言い方、やらしいわ。そういうこと、そういうこと言わないの。ウィンウィンの関係、そういうこと言わないの。パスカルおじちゃん、遊んでーって。勉強が終わったら遊びましょうね。あすごい。性的なイメージで遊んで。はい、遊ばないです。機械生命体にそういうのないんで。あ、なるほど。そういうのないってことにして。